16番乗り場に14時45分発大和路快速奈良方面鴨行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。16番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。3日目、天王寺駅からスタートです。お主は用事があったので午後からのスタートとなっています。まずは関西線の大和路快速に乗ります。14時45分、時間通り列車は天王寺駅を出発します。1日目に名古屋から乗ってきた関西線を逆向きに進んでいきます。この天王寺奈良間は近鉄のドル箱路線としても有名で、日中でも多くの特急が走っています。近鉄側は運賃の値上げや線路の新設など話題の尽きない路線となってますが、 JR 側も大阪府と奈良県県境にある亀の瀬という場所が有名です。ここは日本最大級の地滑り地域で奈良線を敷設する時もかなりの難所となったことで有名です。列車は奈良盆地へと入り直線区間を改装しています。もうすぐで奈良県の県庁所在地奈良市に到着です。奈良市は大仏で有名な東大寺や平城京などの世界遺産を有する都市ですが、今回はほとんど滞在時間を確保できなかったためほぼ素通りになってしまいます。奈良には小学校の修学旅行以来2回目の訪問です。ということで奈良駅に到着です。奈良には JR の奈良駅と近鉄奈良駅の2つがありますが、奈良公園など観光には圧倒的に近鉄奈良駅の方が便利です。ということで奈良公園まで 1.5km の道のりです。公園までは商店街のようで喫茶店や土産物店が立ち並んでいます。歩いてきました。だいたい20分くらいで着きました。奈良公園には鹿が生息しています。奈良公園の鹿は国の天然記念物に指定されている。ここにいる鹿はもともと公園内にある世界遺産の一つ春日大社の使いである野生動物ということだが、奈良地裁の判決によると餌付けされているので春日大社が所有しているということで野生の鹿とは区別されているらしい。約1時間の滞在となった奈良を後にしてまた奈良駅に戻ってきました。ここからは奈良線の快速都路快速に乗ります。コロナ前は奈良京都間の JR ということで外国から来た観光客が数多く乗っていた印象ですが、現在ではどうなっているのでしょうか。16時23分、奈良駅を出発です。ここから次の停車駅の木津までは大和路線を走行します。そのため JR 奈良線は奈良駅に行かないのに奈良線ということで有名です。次は木津です。
10円玉でおなじみ平等院鳳凰堂のある宇治です。 JR の宇治駅と京阪の宇治駅はこの川を挟んだ場所にあります。ということで六地蔵で後続の普通列車に乗り換えです。そしてわざわざ普通列車に乗り換えたということは伏見稲荷大社に到着です。伏見稲荷大社は全国にある稲荷神社の総本山で、年始の初詣は近畿地方で最多の参拝者を集める日本三大稲荷の一つの神社です。稲荷大社ができた当初は農耕の神として祀られていた。しかし江戸時代になると商人に商いの成功を祈願するための神社へと変わっていった。また現在では電車での行きやすさや鳥居の続く日本らしい景色が外国人観光客の人気を呼び、トリップアドバイザーの外国人に人気の観光スポットランキングで2014年から6年連続で1位を獲得している。2020年までは神社直営の宿泊施設があったが、建物が耐震基準を満たしていなかったことから閉館した。また神社の裏には稲佐山があり、山頂まで鳥居が続いている。また夜景も見え、通路には照明もあるため、イノシシさえ出くわさなければ夜間の観光も可能である。最終目的地へ向け電車に乗っていきます。京都駅からは市バスに乗り換えます。3日目はこれで終了です。この後は紀伊半島一周最終日の4日目に続きます。いるのはただの警察ではなく、皇宮警察という天皇皇后両陛下や皇族の護衛や皇居の警備を専門に行う警察です。
バスに乗って次の目的地に向かいましょう。京都市内は鉄道が少なく、バスでの移動がメインになるため、観光する際は事前にどのバスを使うのか調べておくとスムーズに観光地を巡れます。ということで、ここは北野天満宮です。菅原道真を祀っていることから学問の神社として有名ですね。それでは JR バスに乗って河原町の方へ戻ります。京都市営バスの1日乗車券で、市バス以外にも京都バスと JR バスに乗ることができます。そして河原町通りと鴨川の間の細い路地、京都っぽさがあっていい景色ですね。そして鴨川です。京都の東を南北に流れるこの川には、鴨川等間隔の法則というものがあるそうで、夜どれだけ多くの人が佇んでいても、カップルやグループの間隔が等間隔であるという現象だということです。それでは京都駅に向かいましょう。ということで京都駅に来ました。ここからは一気に名古屋へ帰ります。今回乗るのはもちろん新快速です。まずは米原へ行きます。列車は16時ちょうど京都駅を出発し、東へと進んでいきます。
原に到着です。6分の乗り継ぎで名古屋に向かう新快速豊橋駅に乗り換えです。関ヶ原越えの区間は3月でも雪が残っています。さすがは東海道線の豪雪地帯だけあります。大垣に着きます。奥には大垣と桑名を結ぶ養老鉄道の車両が見えます。養老鉄道といえば2019年に製造から60年経った新車を導入したことで話題でしたが、今回はその車両は止まっていないようです。大垣駅はムーンライトながらの終着駅として有名でしたが、もう廃止になってしまい寂しいですね。ここからはこの列車に多くの人が乗るようです。岐阜市が近づいて高架区間に入りました。もうすぐ岐阜駅です。岐阜駅は岐阜県の県庁所在地である岐阜市の主要駅で、東海道線と高山線が乗り入れています。この新快速はこの駅まで各駅に止まっていましたが、ここからはついに本領発揮で時速120キロで名古屋まで飛ばします。次回予告です。新シリーズもどうぞご期待ください。